こんにちは、ギターフレレ講師の斉藤雅人と申します。今日はですね、久しぶりに、動画投稿しますけども、ウクレレのレビューをしたいと思います。一応案件にはなるんですけども、今回ジャックスさんから突然メールいただいて、まあ動画で紹介してほしいと。僕あんまりウクレレのレビューどうなのかなと思ってあんまりやってなかったんですけども、というのもいいことも悪いことも全部公平に話せてこそレビューだと思うんですよね。エンドーサーって呼ばれるミュージシャンの人がいるんですけども、まあ、企業から、まあ、物を楽器をもらって、でそれを使ってますと、でそれを広めてくださいみたいな、お仕事の方もいるんですけども、それは、まあ、もちろんいいから使ってらっしゃると思うんですけども、もちろん悪いところもいいところも商品には必ずあるので、悪いところがちょっと言いづらいっていうのがありますよね。あの企業と仲良くしちゃうと。で YouTube とかでいろんな商品、レビューしてる人もいますけども、概要欄からね、Amazon のこうリンクとか見るとですね、アフィリエイトと言いまして、そのリンクからその商品を買うと、その紹介した人にちょっとお金が入るっていうシステムになっていて、アフィリエイトリンクっていうんですけども、まあそれが貼られてたりするんですよ。でそうするとその商品がそのリンクからポチッと Amazon とかに行ってもらって、でその商品を買うとレビューした人にお金がちょっと入るんですよ。となると売れた方がいいですよね。売れた方がお金がちょっとずつ入ってくるので、まあ売ろう売ろうとこういいところをね、あのメインにお伝えすると思うんですけども、で僕がそれやろうと思って、どうかなという、自分は普段のレッスンとかではもう全く忖度なく、あの生徒さんにお伝えしていることを普段のレッスン動画でやってるので、オフラインで生徒さんたちにお話しできるような内容がネット上だとちょっと言えないこともあると思うんですけども、他者批判とか訴訟になってしまったり、もうその商品を買ってしまった人がなんかちょっと損した気分になっちゃったりとか、まあいろんなところへの配慮でですね、あんまり言えないこともあるんですよ、やっぱり。でも今回はですね、ジャックさん、ちょっと僕メールいただいた時に聞いてみたんですよ。ちょっと忖度なく、視聴者さんにいいところも悪いところも全部お伝えしていいですか、何にも包み隠さず、お話ししますけど大丈夫ですかってジャックさんに聞いたらですね、回答をいただきまして、あ、全く問題ありません、当然です、おーと思ったので、今回、レビューさせていただこうと思いました。前置き長くなりましたけども、こちらです。ちょっとやりたかった。ジャックスさんから今 Amazon で売られている21インチと23インチのウクレレ届きました。2本です。まあ、要はソプラノとコンサートサイズのもの2本です。2本ください。ちょっと試し弾きしたいですって言ったら2本送ってくれました。やったー。ありがとうございます。はい。このような段ボールに入っておりました。早速開けてみたいと思います。開封の儀。はい。では早速開けていきたいと思います。ケースにちゃんと入ってまーす。お、セットですね。なぜかピックと、クロスですね。地味にありがたいですね。そしてストラップ、はい、ちょっと後でつけてみたいと思います。チューナーですね。すごいですね、この安さでこんなセットすごいな。ちょっとこれもなんか電池は入ってないみたいなので、 CR2032 ってやつ入れて買ってみたいと思います。お、弦、おいきなり裸の弦、はい、ありがたいですね。どの弦がどの弦だかちょっとよくわかんないですけど、多分まあ IG だったら1弦か4弦か微妙にわからないですね。ちょっとあ、ピック3枚も、いや黒も入れて5枚、なぜかピックが5枚も入ってますね。ピックを基本使えってことなのかあ、でお手入れの仕方とかです30日のトライアル期間、お、30日間返金保証ありますね。1年間が保証期間、通常の方法で故障した場合、無償で製品交換また全額返金対応、はいはい、あ、チューニングの方法が書いてありますね。出荷の前に弊社ウクレレが職人より1つずつ調弦済み、チューニングしてあります。でも運んだらずれるよね。手に入れたらチューニングが不要で直接弾けます。いや嘘だろそれは。そんな、そんな海外から発送してチューニング狂ってないとかおかしいでしょ。それ絶対狂ってる。開けまーす。開けまーす。お、はい、ビニールで、包まれてますが、これ多分まあ雨とか濡れた時用ですかね。あ、でもこれいいですね。これちょっと取っとけば雨の日に持ってどっか持ってきたい時、これそのまま入れればいい雨よけになりますね。
じゃじゃーんと。お、なかなか木目いいですね。はい。よし。これどっちだ？これコンサートか。なんかついてる。なんか塗装ちょっと。なんだこれ？汚れか？あ、なんか白粉っぽい汚れがちょっとついてるけど。取れた。傷がついてますね。わかりますかね。なんか傷が、はい、ちょっともう一本も出してみましょうか。はい、はい、というわけでやっぱり、弦とトラップ、クロス、チューナーですね。あれ、ピックが入ってないんだ。あ、え、そうなんだ。はい、あ、これソプラノですね。こっちがソプラノだ。このジャックスですね、すごいのが全面バリ取りバッチリですね。ここもこのやっぱなんかこう白いなんか粉みたいなのついてた。あ、取れた。こっちはなんかあんまり輸送中の傷みたいなのついてないですね。これまず手触りなんですけど、すごくいいですね。バリ取りとかこういう、ここは、あの、角っこもですね、ちゃんと丸く加工されてますね。安いウクレレで一番どこが気になるかって、このバリなんですよね。このフレットの先が、端っこが飛び出ちゃって、そこが指に当たって痛いっていうのがあるんですけども、これ全然気にならないですね。ちゃんと加工してますね。安いウクレレでバリ取りこんなしっかりしてるの初めて見ましたね。いや、あの、お世辞じゃなくて、本当に。なんだ、ちょっとナットが汚いな。なんか黒いぞ。気になるけど。まあちょっと後で音を弾いて確認ですね。まあ、このちょっとサドルがですね、若干なんか底が斜めってるような気もしますけども。まあ本場ハワイのウクレレも結構ここら辺作り雑だったりするんで、音が良ければ OK ってことですね。ではでは、あとピッチですね。フレットが正しい音程で打たれてなかったりとか雑だったりするんですけど、ちょっとそこがあとは心配ですね。それ以外はもうギアペグっていう時点で、で5000円ですよね、ちょっと。まあ、今のところも、なんかまあ、あの輸送中の傷とかちょっとさっき見えましたけども、今のところ問題なさそうです。ちょっと弾いてみたいと思います。ほら、やっぱチューニング全然合ってないね、これ。ちょっと説明書、あとチューニングしなくて大丈夫です。嘘ですから気をつけてください。あ、で、ストラップピンがもともとついてますね。あ、これありがたいですね。こっちの方にはないですけども、ここかこっちにストラップを通せばいいかなと。チューニングをしていくんで、ついでにこのチューナーの、付属のチューナーのレビューも、同時にしていこうと思います。今、CR2032 の電池入れてスイッチオン。あ、ついた。モードが選べますね。クロマチック、ギター、ベース、バイオリン、ウクレレ。ここで勘違いしちゃいけないのが、クロマチックモード一択です。はい。ウクレレチューニングするときも何するときも、クロマチックモードでやっていくといいと思います。なんかね、チューナーが迷っちゃうんですよね。ウクレレモードとか下手にすると。ユニチューンと一緒にやっていこうと思います。まず4弦から。全然合ってないですね。あ、ちょっと。なるほど。ちょっとペグが硬いですね。硬め。ユニチューンに比べると遅い感じがしますけども、説明書に書いてあったチューニングをしなくてもすぐ弾けますよみたいなのは信用しない方がいいですね。まあ、当たり前ですけどね。高いですね。僕はですけども、ちょっと後で測ってみたいと思います。はい、次ソプラノですね。備え付けのチューナー、まあ視認性そこそこいいですね。ちゃんとバックライトついてるんで、まあ使えなくはなさそうですね。チューナー緑がつけば OK って感じですね。ちょっとチューニングがみるみる狂うな。やっぱり新品の弦は超弦して出荷してますと言ってもですね、新品の弦って結構伸びるので、届く頃には 100% 合ってませんからね。
1弦が異常に落ちるな。それまで時間かかるんでしょうね。はい、ちょっとさっきのコンサートより明るめのなんかね、印象になりますね。音色が。しかし弦高高いっすね。やっぱり一弦がなんかすぐチューニング来るな。また下がってる。ただ、3弦を見るとですね、今開放弦、ジャストなんですけども、2フレットレの音を押すとなんか若干高いですね。もうすでにでミちょっと高め、ファ結構外れてますね。そう。シーはい。ドまで行くとまあまあ結構もうピッチはアウトしてるかなっていう感じですけども、まあソプラノなんでまあそれも可愛いよねみたいな感じに、ちょっとオクターブピッチが合ってないですね。まあしょうがないですね。5000円だったら。開放弦待ってるけど12フレット1オクターブ上の音が鳴るはずですが、若干高いなーっていう感じですね。まあでもまあまあしょうがないですね。ちょっと自分はですね、普段使ってるウクレレがめちゃめちゃ弦高低くてですね、12フレットのところで 1.5 ミリなんですよ。結構この 1.5 ミリって数字、普通のウクレレ屋さんとかでお願いすると、それやめた方がいいよってこう、多分言われちゃうと思うんですけども。で、大体、この12フレットのところでこう測るんですけども、大体ですね、2ミリから3ミリぐらいがまあ標準だろうと言われてます。はい、こういうスケールということがあるので、これ弦高調整用ですね。これ使っていきたいと思います。ああ、でも、まあ、2.9 ミリぐらいですかね。コンサート。あ、でもこれもまあ 2.9 ぐらいですかね。1弦のチューニングとかは割といいですね。2弦。低い方のフレットで弾く分には全く問題なさそうですね。はい。あと握りやすさとしてですね。ん？なんだこれ。なんか黒い。ちょっと汚れみたい。汚れではないですね。なんだろうこれ。木目かな。なんかちょっと黒いのが気になるなっていう感じですけども。ちょいちょいまあなんか汚れがあるなっていうのがありますし、ちょっとこう木のくずとか少しだけなんかこうフレットのとこにありますが、まあこれは取れば問題ないでしょう。で、あとこの幅ですね、この握った感じは一般的かなとは思いますね。ここら辺とここら辺の太さはだいたい同じくらい大砲ドーンって感じなので、結構ここら辺ね、先っちょちょっとこう細めに作ってますとかはあるかもしれないですけども、まあでも握りやすさとしては問題なさそうかなと思います。あと安いウクレレにありがちなこう重心バランスですね。もうなぜかヘッドが重いとか、こっち側にいつも倒れそうになるっていうのもありますけども、これはなさそうですね。今ごめん、チューナー2個つけてる状態ですけども、まあ、なくても全然バランス感覚はすごく良さそうです。重心 OK ですね。ギアペグでね、しっかりチューニング、しやすくなってます。初心者の方はですね、やっぱこのギアペグ必須だと個人的には思います。チューニングのしやすさから言ってですね、裏にねギアがついてるんですけども、これでかなりチューニングしやすくなってます。これが後ろにこうビーンってこうね出てるタイプのストレートのやつだとフリクションペグっていうんですけど、摩擦でこう止めてあるみたいなやつがほとんどで、結構それがチューニングしづらいんですね。なんか毎日ちょっとずつイライラするっていう感じで、なるべくだったらギアペグの方がいいかと思います。で、ギアペグになるとちょっと、ね、値段上がっちゃうんですけども、だいぶ安いですね。これセットですね、5980円で、なんか1000円クーポンがつくということで、実質まあ5000円ぐらい、まあ、安いですね。で、一応トップがマホガニですね。サイドもバックもマホガニで、一応これマホガニ単板ですね。すごいですね、単板よく使えるなこの価格帯で。ただトップだけですね、トップが単板で、サイドとバックが、まあ、合板ということに、なってるみたいです。
かやっぱりこのソプラノ1弦だけがやたらチューニングが下がるな。お店に行ってね、楽器をこうちょっと試奏とかさせてもらう時もやっぱり自分でチューニングした方がいいですね。あのこうペグの様子とかもね、わかりますので、なんかしにくいとか、硬いとか、なんかチューニングしたけどすぐずれるとか、そこでね、結構わかると思うので、とにかく肌触りいいですね。肩こ取れてるので、すごく柔らかい印象になります。で、ギアペグで、まあこれだけ、まあちょっとまあね、音量出て、まああの、5000円といえば5000円の音ですけども、まあ、十分に練習はできるんじゃないかなと思います。ナットとサドルを牛骨にされてるということで、すごい値段クオリティですね。普通タスクとかですね、本当はなんか象牙がですね一番いいとこう聞くんですけども、象牙ってあのワシントン条約でも取引禁止になってますから使っちゃいけないんですね。輸入とかしちゃダメなんですけども、まあ牛骨なんで、あの牛の骨ですよね、あのタスクとかそういう素材をね使ってるんですけども、自分はですね音の鳴りが牛骨の方が好きなので、買ったやつとかって大体こう取り替えるんですよ、牛骨に。これももうそもそも牛骨がね使われてるということで、それがもう最初から入ってるということで、なかなかすごいんじゃないかなと思います。ソプラノです。という感じになってます。だいたい大きさとしてはこんな感じですね。違いますね。はい、21インチ23インチということで、ソプラノがだいたい58センチ寸法で、こっちが61ということでですね、3センチぐらい違う、価格差が1000円ということで、まあソプラノを選ぶかコンサートを選ぶか問題なんですけども、両方ともですね18フレットまであるので、演奏アビリティとしてはほとんど変わらないかと思います。14フレットジョイントですね、両方とも14フレットでジョイントされているので、ここが14フレットでくっついてますよっていうのを14フレットジョイントって言うんですけども、なので演奏性としては両方とも変わらないはずです。で、何が違うかというと、まあボディのサイズによる、音色がよ、ややコンサートの方が23インチの方がややふくよかな感じに、音が大きいわけでなくてふくよか、柔らかい音になってますね。低音が結構出る感じです。それに比べてこちらはですね明るいコロコロとした、響きになっていますね。聴感上ひょっとしたらソプラノの方の音が明るいので大きく聞こえるかもしれないです。こっちやっぱ太いイメージですね。ちょっとソロウクレでやろうかなとか、一弦のメロディー多く弾くなとかいう方、コンサートの方がいいかと思います。フレットの幅は同じですね、同じ18フレットのものなので、指板の部分に関しては2本とも同じですね。そうですね、全く一緒ですね。はい、フレット幅も全く一緒です。チャカチャカコードストロークとかをメインにあの弾きたいな、ちょっとちっちゃめのボディの方がいいなっていう方は、ソプラノ、ソロウクレレとかちょっとメロディも弾きたいな、まあどっちもいけるけども、どっちかというとそっちの方がひょっとしたら多い、これからやるかもしれないっていう方は、まあ1000円差なのでね、そこまで高い高い差ではないと思うので、こちらのコンサート、そういう方は選ばれてもいいんじゃないかなと。もちろん好みに、ね、よりますので、はい、指板がですね、もうなんて読むか分かんない上に調べたんですけども、中国語しか出てこなくてですね、もうさっぱりちょっとよく分からない、多分安めのまあ木ということみたいですけども、まあ、ローズウッドですって言われたら、あ、そうなんですかっていう感じぐらいですね。低価格帯のウクレレによくある、このフレットのバリですね、フレットがちょっと飛び出てて指に当たって危ない危険ですっていうウクレレが割と多いんですけども、これはですねあのちゃんとバリ取りされてますね。それもすごいんですけども、あと全身にわたってバリ取りがされてるということで、すごく滑らかなあの肌触りがいいウクレレになっております。あのお子さんに持たせてもね、あげてもまあ安心して使えるかなと。コストパフォーマンスとしてはすごくいいですね。ちょっと一本始めてみたいかなと、やってみようかな、なんか買ってみようかな、ポチってみようかなっていう方にはおすすめできるんじゃないかなと。ただし、自分のですねあのお教室に通ってもらってるような
方にはちょっとおすすめしないかなというのも、教室に来るという時点でちょっとやりたい、やるっていうなんか意思があると思うんですけども、少なからずそういう方にはまああの3万円のフェイマスとかをね、おすすめして、まあ長く弾けますよ、音もいいしということでおすすめするんですけども、ちょっとまだわからない、お子さんにプレゼントする、友人知人に、プレゼントする、ちょっと外で弾く時用とか、全く初めてでちょっと始めるかどうかもわからないかな、でもちょっと弾いてみたいな、やってみたいな、どんなもんかなっていう方にはめちゃめちゃおすすめできます。チューナーもねついてるし、でギアペグっていうのがめちゃめちゃ素晴らしいです。ギアペグ、ウクレレ買う時のね、最初にウクレレ買う時の前提条件として、まずバリ取りがされていることと、ペグがギアペグであること、これがですねもう最低限の必須情報なので、これをまあクリアしているという時点と、あとまあ安さですよね、安さもあってで、おすすめできるかなと。ちょっと弾きにくいなと思ったら、サドルとかね、2000円から5000円くらいで、だいたい削ってくれたりすることが多いので、そうなるとまあ1万円ぐらいの価格になりますけども、と下げても僕は個人的にもいいかなとは思いますけども、まあこの状態でも十分ハイポジションとか使わなければ、まあ問題ないかなと。はい。ストラップも一応こういう感じの、まあ、最初には十分かなと思います。で、ここのちょっとこう皮っぽい部分がめちゃめちゃ硬いので、ほぐそうと思って、なんだ今パキって割れましたね割れちゃった、乾燥しすぎてたのかな、やば、なんか割れちゃった、もういいよ、まあ問題ないですよね最初からストラップが1本ついてると なかなかの安心感だと思います。やっぱ最初は初心者の方ってこうフォームがこうぐらついたりとか、なかなかちょっと持ちにくいなって感じる場合が多いと思うんですけども、コードチェンジがそれによってうまくいかなかったりとか、とりあえず僕基本的になんか1本とりあえず買いましょうと、で買って合わなかったらまあしょうがないよねぐらいな感じで、1本1000円ぐらいで売ってるんで、それ買ってくださいっていうお話をいつもするんですけども、これに関してはもう元々ついてるので、まあ買うリスクなく、でエンドピンこうねついてるので、非常にここ肩にかけるタイプで安定してね、両手離しても落ちない、ポロポロ取れちゃうっていうね、まあしゃあないかなーっていう感じですね。まあ割れることによってこうつけやすくなりましたけどね、ちょっとなんかこんな感じです。はい、ということで、なんと視聴者プレゼントがあります。下の概要欄から、詳細よくチェックしてみてください。まあよく手がちっちゃい方はソプラノ、ちょっと大きめの方はコンサートっていう話を時々僕もお話しさせてもらいますけども、この2つのウクレレに関してはネックの部分は全く同じなので、手の大きささは両方とも関係ないかなと思います。でもボディが違うということで、こう抱えやすさ微妙に違うかなっていうのはまあね、あるかとは思いますね。つまりソプラノはロングネック仕様ということになりますね。ソプラノのボディだけども、ネックの部分コンサート用一つ上のサイズですね。サイドのですね、ここの横のポジションマークがないんですよ。こう持った時にフォーム的ですね、指板をこう覗き込む形になるのって、こういう風に指板を覗き込む形になって、まあやっぱり見た目良くないし、肩こるしとかあんまり良くない、演奏上もね良くないと思うんですけども、そうなるとここの横についている、上についているポジションマークを多少参考にすると思うんですが、それがちょっとないので、ちょっとハイポジションに行くときちょっと難しいな、指板の方にはついているので、ちょっとそれをまあ覗き込むような感じで参考にするのかなという感じですね。ポジションマークついてないっていうのはちょっとね、ありますね。安さゆえの点もいろいろメリットデメリットあったかと思いますけども、それを踏まえてぜひご検討してみてもいいんじゃないかなと。はい、というわけでぜひねご参考になさってみてください。結構ガチ忖度なし、思ったこと全部言いました。まあ、ちょっと傷ついてるのがちょっと気になるんですよね。はい、まあ、あとはまあ5000円ということで、まあ、音とかもろもろしょうがないかなっていうなんかありますけどね。ではそんな感じで、ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。バイバーイ。